今回はお風呂場全体の汚れ予防の方法を実際にやりながら皆さんにご紹介をしていこうかなと思っております。実は黒カビが意外にもたくさん住んでいるのが天井なんですよ。胞子をこう下にですね降り注いで、そこにはカビのご飯である汚れとかシャンプー残りとか石鹸カスとかそのようなものがありますし、水分もありますよね。なのでそこで増殖して黒カビがぐんと生えてくるんですよね。なのでこの天井をしっかり除菌しながら拭けばですね、お風呂全体が汚れにくくなるということにつながります。はい、この桶に水がすでに 50g 入っております。キッチン泡ハイターです。これをですね桶に1回、これで天井拭き掃除用の除菌洗浄剤の完成ですね。まずは塩素系を使いますので手袋をしてですね、スコッティファインの洗って使えるペーパータオル、これで拭いていきます。手に持っていくとしっかり拭くことができます。換気扇のカバーは面倒でも、もう外した方がいいですね。こういったところはしっかり拭いた方がいいですね。天井を一通り拭きましたので、今度はこの先ほど外したカバーを洗っていきます。まず先にシャワーで流していきます。ここにこんな金具があるじゃないですか。ここにキッチンハイターの原液が触れると錆びやすくなってしまうので、先に水で流して水気を拭き取って、最後の仕上げに泡ハイターの希釈液のついたペーパーで拭いていくというやり方がいいと思いますね。では戻していきます。はい、それでは2つ目の汚れ予防の方法をご紹介したいと思いますが、お風呂の防カビ燻煙剤を炊くだけという方法ですね。お風呂全体を掃除してその後にやるのが一番効果的だと思いますね。梅雨の時期はすごくカビ生えやすいんですよ。夏本番の時期は暑すぎてカビがほとんど生えてこないんですよ。30度を下回ってくる9月あたりからまたカビがぐんと生えやすくなるんですよね。だからそのタイミングで今回のような汚れ予防の対策をですねしていただけると、この後黒カビが生えにくい、そして黒ずみ汚れも出にくくなるお風呂場をですねある程度の期間キープすることができます。しっかり天井を今回のように拭いたのでしたら2ヶ月おきにですねこれを入れていくという形をすると、汚れの元となる菌をできる限り抑えた状態を長くキープすることができるんで、ずっと汚れにくいお風呂場になるということになります。では入れていきますね。あ、出てきましたね。こんな感じで、はいはい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。